オードナンス BL12 ポンド 6CWT 砲は、イギリス陸軍王立騎馬砲兵が使用した野砲で、オードナンス BL12 ポンド 7CWT 砲の、軽量版である。CWT は、砲身の重量を示し、1CWT は112ポンドであるため、6CWT 砲の砲身重量は、概ね672ポンドに相当することになる。 1891年に実施されたインドでの騎兵大演習において、オードナンス BL12 ポンド 7CWT 法は、騎馬砲兵用としては、砲射が複雑すぎ、誇りに弱いという問題が発覚した。また、戦闘において、騎兵を援護する騎馬砲兵用としては重すぎることも判明した。このため、1892年には、 軽量でより強力なコルダイとか薬を使用するオードランス BL12 ポンド 6CWT 砲が開発された。砲身長は 7CWT 砲から18インチ短くされ、軽量で簡便な砲射を使用し、1894年から王立騎馬砲兵隊への配備が開始された。1899年には簡単なコザ、吸収装置が追加された。より近代的な、 オードナンス QF15 ポンド砲が1901年に採用されると BL12 ポンド 6CWT 砲はイギリス軍では時代遅れとなり1905年からはオードナンス QF13 ポンド砲で置き換えられた。ナンバー56フューズ初期のナンバー56新艦は調停可能な時間が最長13秒と短く、硫酸弾の爆発距離は3700ヤードが 限界であった。ナンバー57、青新艦が第2次防波戦争から導入され、最長5800ヤードに調停できるようになった。第1次世界大戦時には最大射程6000ヤードとなっている。第2次防波戦争では、BL12 ポンド 6CWT 砲は60門が、王立基馬砲兵隊で使用され、BL15 ポンド砲とともに、 イギリス軍の火力の中心となった。18門が王立カナダ砲兵隊でも使用された。合計78門で、総発射弾数は36,161発であった。6門が第8野戦砲兵隊に配備され、東アフリカ戦線で使用された。1914年10月に、軽かった主眼砲兵隊と共に到着し、砲は、馬ではなく、王子に作印された。 ありがとうございます。